球を包む愛、人類の試練と地球神の導き、大川隆法。第2章、地球神エルカンターレとは。3、宗教間の対立を乗り越えるために、諸宗教の信仰対象への偶像崇拝についてどう考えるか。さて、皆さんの中にはクリスチャンだったという人もいるし、仏教徒だったという人もいるし、日本神道においては今も本人は知らないけれども信者だと数えられている人はたくさんいます。日本神道では鳥居を一回でもくぐれば信者になるのです。特に正月に鳥居をくぐった場合は神社カウントされておりますので、その人数が神社本庁が言っている日本神道の信者数になっています。ですから景気のいい時と悪い時とで両極端に人が増えたり減ったりするのではないかと思います。9600万人と言ったり7700万人と言ったりいろいろしていますが、あれは鳥居をくぐった人の数なのです。そのようなカウントで良いのなら、もうちょっと東海も鳥居をいっぱい立ててみようかなと思ったりすることはあるのだけれども、かっこ会場笑い、あまり安易に流れてもいけないでしょう。東海の支部長などの方はもっともっと厳しいのです。鳥居をくぐっていく人のお賽銭の平均は15円というように言われていますが、これだったら何百万人に来てもらってもそんな大したことはありませんので、数だけで言ってもいけないかとは思っています。もちろん私も鳥居をくぐったことはあるから、日本神道の信者に数えられている可能性はありますけれども、このように宗教においてはいろいろなやり方はあるかと思います。ただ考え方として私としては正しいと思うことはなるべく繰り返し言うようにはしているのですが、他の宗教が全部間違っているというわけでもないので、一定の理解は示して役に立つ部分については信じてもいいんですよというような形のスタンスをとっています。そのようにしないと、例えばキリスト教対イスラム教の戦いとかが終わることは多分ないだろうと思うのです。それから仏教もインドでは13世紀にイスラム教に滅ぼされていて、今ミャンマーとかでも仏教とイスラム教のぶつかりが激しいのですが、イスラム教に本格的に入ってこられたら仏教の方は消される可能性があるからなのです。なぜかというと、イスラム教は偶像崇拝はいけないと言っていますが、仏教の方は大抵仏像を作っていますから、これは偶像崇拝だということで、かっこイスラム教徒が仏像を壊しに来るのです。仏像を壊されたら仏教の方は寺院は大体ほぼ壊滅状態になり、基本的に信仰団体がなくなってしまうようになるので、だから仏教徒であってもイスラム教徒の侵入をすごく嫌がる傾向があります。ですからミャンマーの国境あたりでは仏教徒であっても機関銃で武装してやったりして、いろいろと今移民問題等が起きています。ただ偶像崇拝禁止というのは別に構わないのです。天にいる神様というのは
地上的に表せるものではないという言い方は当然あるので、それは構わないとは思うのだけれども、だからといってよそが祀っているものを壊していいというわけではないだろうと思うのです。本当はキリスト教も偶像崇拝は禁止というかいけないというような言い方はしていますが、偶像崇拝はいけないけれども平面は構わないというように言って、イエスの絵とかマリアの絵とかそういったものを平面にして描けたりしています。ギリシャ正教会とかはそんな感じになっています。でもだんだんに彫刻が発達してくると、やはりイエスの像やマリアの像、聖母子像等はいろいろな教会でも祀られてはいます。そういうことで人間にはやはり信仰の対象が必要は必要なので、その信仰の対象がどういうものであるかということについては、それぞれに個性があっても仕方がないところであり、これは寛容でなければいけないところだと思います。イスラム教のモスクなんかに入ってみると、中はガラン堂です。ガラン堂で時々天井も穴が開いていたりすることもあります。天井に穴が開いているからそのまま入っていいんだろうなと思ったら、帽子を脱いでくださいと言われたりして、あ、そうか、脱がなくてはいけないのかと思うようなこともありました。屋根のない建物だったら帽子は脱がなくてもいいのかと思ったりするのだけれども、脱いでくださいと言われたりすることもあります。そうした宗教の作法的なところの違いについては、その場所ではそういうふうにするものだという考えで、心の中の問題は別となされた方が基本的にはいいのではないかというふうに思います。信仰の法の本文中にもちょっと書いてあるのですけれども、教祖在世中に神の声は聞こえたとか、自動書記的なもので神の啓示が降りたとかいうことはあっても、神の姿を見たとか天使の姿を見たとかいうふうな、そういう霊視ができなかったタイプの教祖の場合に、だいたい偶像崇拝みたいなものを排撃する傾向は出てきているので、自分が経験していないことについては言わないということなのでしょう。言わないでいるとそれは禁じられているようになる傾向があるということだと基本的には思われるということです。東海は仏教的な形での執着を取り除く考え方を言っている。東海の教えはいろいろなものも入っているのですけれども、どうしてもまとめろというならば、基本的には仏教に近い路線のところあたりにまとめてはいるのです。ただやはり仏教にもちょっと足りざるところはあることはあるのです。この世に対して若干冷たすぎるというか、あまりにも達観しすぎていて、この世を超越しする超越していくことを当然と思っているようなところがあるのです。それはそれで実際正しいのですが、ただ現代ではこの世に生きている年数も長くなってきていますから、この世をそんなに軽々しく扱ってもならないだろうと思っています。もちろん執着となってこの世が永遠の住処のように思うところまで行っているものについては、やはりやりすぎで
死んだ後、天上界に帰れない原因になりやすいので、この辺は仏教的な形での執着を取り除く考え方は言っています。